今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券、クレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。相田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ、今日は子どもの日なんですよね。相田さんもお子様さんにいらして、はい、もうでもかなり大きくなって。そうです ね、もう自宅にはいないという、ね、ああ、わかります。はい、です。もう大きくなるとね、はい、まあ、手のいい言い方すると独立したって言いますけれども、はい、寄りつかなくなったという言い方もできなくはなくてね、はい、まあ、私も子供2人いるもんですからね、まあ、今頃何やってるのかみたいな、まあ、そういう息子を1人抱え、あと娘が1人ね、いますが、この子どもの日というと柏餅を食べたりだとか、あとは菖蒲湯ってね、はい、細長いこのね剣に似たようなこのこう草、はい、葉っぱをですね、お湯に入れるなんて、こういうことは昔おやりになりました？そうですね、スーパーとかに売ってますからね。売ってますもん、はい、今でもね、はい、そうと気づいて、あ、そうか、そうか、そうか、菖蒲湯買ってね、はい、柏餅もね、はい、今スーパーには結構あって、 色とりどりというかピンク色が味噌味があったりね、あとはあの草餅っぽいのがあったりだとか、まあ、いろいろ、あ、こういう種類確かにあったなぁ、子供の頃、正直申し上げます、今は美味しくいただいてますが、味噌味が苦手でね。あ、変わってますからね。うちの祖母が結構好きでね、味噌ばっかり買ってきてなんだよなんて、私こしあんでもつぶあんでもいいから、あんこが好きなのにっていうような記憶がありましたが、あれどうして柏の葉でくるむかっていうのはご存知ですか？まあ、なんか縁起がいいっていうのはしますね。そうなんですよ、はい、それはいいんです。今ちょっと広いとこから入りましたね、はい、これ私もね、なんでだろうって忘れてました。で調べたんです。そうしましたらですね、柏の葉っぱっていうのは古い葉っぱとこの新しくこの出る葉っぱがありますよね。それが一旦古い葉っぱがなくなってから新芽が出てくる、葉っぱが出てくるんじゃなくて、新しい葉っぱが出てきてから古い葉っぱが落ちていくので、もう葉っぱがなくなることがないと、はい、これが子孫繁栄につながると、はい、ね、この切れ目のないっていう、まあ、誰かも使ってる感じがあるんですけど、はい、切れ目のないなんとかってね、政治家もお使いになる時あります。これが縁起がいいということなんですね。あと菖蒲湯、これはなんでだろう。まあ勝負、あ、そうそう、その勝負、はい、ね、はい、このブーンのこの、ね、勝負というものももちろん一つありますし、あとは香りが勝負って、あの葉っぱが強いんですね。この香りの強さが邪気を払うと、あ、はい、まあ、こういうふうに言われてる。いや、正直言います、全部忘れてました毎年ね、毎年新鮮な気持ちでこうやってなんか調べると誰かに言いたくなるっていうですね、また来年新鮮な気持ちで私は言うのではないかななんて思ってます。さて、まあ、そんな中の子どもの日ですけれども、総務省が子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの推計人口を発表しました。前の年と比べて30万人減って1435万人、42年連続の減少となりました。比較可能な1950年以降で最少を更新しています。新型コロナウイルスの感染拡大による婚姻数の減少、そして出産控えが影響したとみられ、下げ幅前の年の25万人よりも大きく減ったといいます。15歳未満の子どもの推計人口が42年連続で減少し、過去最少を更新しました。相田さん、このニュース聞いてどう受け止めますか？はい、やはり、団塊世代の子どもたちである団塊ジェネがすでに50前後になってしまっていると、はい、まあ、この世代というのは、まあ、経済的にも恵まれず、まあ、サポートも、まあ、小さかった、まあ、世代ですので、はい、まあ、この世代のやはり子どもが、少なかったというのが大きく減少して、影響しているんだと思います。はい、で外国人を含む総人口に占める子どもの割合、前の年と比べて 0.2 ポイント減って 11.5%、 49年連続で低下しました。ちなみに第一次ベビーブーム、1947年から1949年直後の1950年はですね、 35.4%、 3人に1人以上が子どもだったという、まあ、こういう数字ですね。で主要国で子どもが総人口に占める割合、これがですね、アメリカが 18%、 イギリス 17.5%、 フランスが 17.2% などとなっています。日本の少子高齢化が深刻化していることが、まあ、こちらでも浮き彫りになったと読売新聞出ていますが、総人口に占める子どもの割合、
こちらが 11.5% ということなんですが、これはどうでしょうね。はい、確かに今子どもの割合が、少ないということは、はい、悲観的にも、見られますけれども、裏を返すと一人当たりにの教育費をかけられるということですから、教育をしっかり、していくということが重要だと思います。はい、でこうした中ですね、キューバを訪問中の自民党茂木幹事長が日本時間の昨日、少子化対策の財源について増税や国債の発行で捻出することは想定していないと話しました。その上で歳出削減、既存の保険料収入の活用で財源を確保すべきという、こういう考えを示しました。またできる限り国民の負担増とならない新たな方策を考えてみたいとも話したといいます。国民の負担増とならない新たな方策、これ相田さんどう受け止めますか。はい、あります。歳出削減としては、日本だけが持っている、ガラパゴスの財政への運用である、国債の60年償還ルール、これを撤廃して、そこで浮いた、歳出を、当てれば、国民の負担にならないと、いうことだと思います。これ茂木さんもそれ考えてますかね。あ、どうでしょう ね考えていてほしいですけどね。いや、相田さんはね、もうずっと前からこれを唱えてらっしゃるわけなんですけれども、茂木さんもそれをの意を組んでね、そのニュアンスで国民の負担増とならない新たな方策っていうのをドンピシャで当てたら大したもんですね。そうですね、この発言からは矛盾しませんので。そうですよね、矛盾はしてませんものね。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、アメリカ FRB 0.25% 利上げ。アメリカの中央銀行にあたります FRB は金融政策決定会合で 0.25% の利上げを決めました。相次ぐアメリカの銀行破綻で金融システム不安が高まっていますが、インフレ抑制を優先しています。で今回の会合、アメリカの地銀ファーストリパブリック銀行が破綻して市場が動揺する中で開かれました。アメリカの地銀の破綻、3月10日のシリコンバレー銀行以降3件目です。で株式市場では次の破綻を警戒して地銀の株が下落しているといいますが、こうした中でのこの利上げ決定 0.25%、 これは、相田さんはどう受け止めていらっしゃいますか。はい、アメリカのインフレはピークから下がってきたとはいえ、まだ 4% 台という、高い水準にあります。FRB の、2% の物価目標からしますと、まだ高すぎるという判断が背景にあると思います。一方で、金融不安が、くすぶってますので、景気は減速してます。景気より、インフレ抑制を重視するこの FRB の姿勢は、年後半から来年にかけて、米国の景気が、鈍化する可能性を高めていると思います。この利上げ継続というのは相田さん確認ですが、物価上昇率が目標の 2% を大幅に上回っているからということなんですね。でこの FRB がですね、重視する個人消費支出の物価指数、3月も前の年の同じ月と比べて 4.2% の上昇となりました。 FRB の声明文では利上げ打ち止めの可能性、これも示唆したんですが、政策金利16年ぶりの水準に達していまして、急速な利上げに伴う歪みとインフレ抑制の難路が待ち受けていると言われています。この金融引き締めの状態、これは長く続きそうなんでしょうか。はい、これまでの急激な利上げの効果を見極めるために、しばらく FRB は利上げを止めるのではないかと思います。そうすると、次の FRB の動きが利下げになるのか利上げになるのか、そしていつなのかというのは、金融市場の動きですとか、インフレと景気の、データ次第となると思います。さて、気になるのがニューヨーク株式市場なんですけれども、5月4日ですね、続落です。286ドル50セント値を下げて33129ドル88セント、こちらで取引を終えたということなんですが、この続落、これ相田さん、これはどうご覧になってますか。やはり FRB が、
景気よりもインフレ抑制を重視すると言っているわけですから、はい、やはりもう少し、まあ、利上げが続いてしまう可能性もあるので、はい、まあ、そういうところ、まあ、そういうリスクを織り込んでいるんだと思います、はい、でこれ銀行株が結構下がったなんてね、はい、いうふうに言われてますが、やっぱりこのあたりは次どこだみたいな不安視もあるってことですか。そういうことですね。やはり、まあ、アメリカの国債の金利が下がってくる状況になると、はい、含み損が解消されるということなんですけれども、まだ利下げというのが FRB から見えてきてはいないので、はい、まあ、金利がまあなかなか低下しないと、まあ、言うとなると、やはりまあストレスがかかっているんだと思います。持ってる債券が下がってくるということで、はい、またあの、まあ、前例の感じになるのが、はい、今次はどこだみたいに探してるなんていう話もあるんですが、ですね、はい、やはりそういう状況なんですか。そうですね、やはりまあ次はどこが、危ないんではないかという、こう疑心暗鬼に市場がなっている、はい、ということだと思います。でも疑心暗鬼になって次はここだって言われたら拍車かかりますよね、預金引き出しに、はいはい、そうすると持たないなんて銀行もまだ可能性としては出てくるってことですか。リスクとしてはありますので、まあ、FRB を含めて、まあ、政府も含めて、はい、そこはまあ情報発信をしっかりして、はい、まあ、金融システムが盤石であるということを、はい、さらに何かあった時には、まあ、しっかりサポートをするということで、まあ、不安を沈静化する、まあ、必要に迫られているんだと思います。だからバイデン大統領なども金融システムは大丈夫だというふうに発言をするってことなんですね、はいはい、沈静化をさせようとしている、はい、ということなんですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、 ECB 利上げ幅を 0.25% に縮小、ラガルド総裁、利上げはやめない。ECB ヨーロッパ中央銀行は4日の理事会で 0.25% の利上げを決めました。利上げ幅、前回3月までの 0.5% から3会合ぶりに縮小しました。 ECB は主要な政策金利を 3.75%、 銀行が中央銀行に預ける際の金利を 3.25% に引き上げます。主要な政策金利はアメリカの金融危機直後の2008年10月から11月以来の高い水準となります。 ECB ラガルド総裁は記者会見で、インフレの見通しはあまりにも長く高すぎる状態が続いていると指摘した上で、利上げはやめないとお話しました。日経新聞はこの利上げの打ち止め、こちらをですね、示唆した FRB に対して、 ECB はインフレ抑制へ粘り強く金融引き締めを続ける見込みだと報じています。 ECB が利上げ幅を縮小しましたけれども、まあ、利上げはやめないという発言もありました。このあたりはどう受け止めればいいんでしょうか。はい、やはり ECB は、まあ、インフレを抑制するという目的を、まあ、しっかり遂げようとしているのが基本にあります、はい、一方でまあ、これまで、まあ、大幅な、まあ、金融引き締めを行ってきました、まあ、金融引き締め始めてから、まあ、1年程度時間が経ってますので、まあ、これからその引き締めの効果が強く出てきて、まあ、金融不安もありますから、まあ、景気が大きく減速するリスクも、あります。そのバランスをしっかり見ようということだと思います、はい、で4月のユーロ圏の消費者物価指数、これを見るとですね、伸び率が前の年の同じ月と比べて 7% でした。価格変動の大きい食品、あとエネルギーなどを除いても 5.6%、 過去最高を更新した3月の 5.7% から高止まりだったということです。ユーロ圏まだインフレ加速という状況なんですね。はい、そういうことですね、はい、まあ、米は、はい、需要が強くてインフレになりましたけれども、はい、ユーロ圏というのはあまり需要が強くなくても輸入インフレ、これ天然ガスなどを含めた輸入インフレによる、大きなインフレになってしまったと、はい、ただインフレが起こると当然、労働者は生活を守ろうとして、はい、まあ、ヨーロッパではストなどがたくさん起こって、はい、それが賃上げにつながると、さらにそれがコスト増となって物価を押し上げるという、まあ、形の、まあ、インフレになっています、はい、フェルと違いまして、まあ、インフレの抑制は極めて難しい、はい、舵取りになっているなと思います。そうなんですね。またですね、原油価格が下がってきています。 WTI 原油現在見てますが、1バレル$68.59、これはやはりその景気がよろしくなくなってくるっていうのを見越してってことなんですか。はい、そういうことだと思います。グローバルに今景気が冷えてくると、原油に対する需要が落ちている、特に今生産活動が、サービス業は比較的グローバルに堅調なんですけれども、はい、やはり生産が落ちてくるので、やはり生産に必要な、まあ、原油などの燃料の需要が落ちているということだと思います、はい、時刻6時19分です。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。アメリカカリフォルニア州が地盤 のですね、アメリカカリフォルニア州が地盤の銀行持ち株会社のパックウェストバンコープが身売りや増資などの経営再建策を検討していることが分かりました。パックウェストはカリフォルニア州ロサンゼルスに本社がありまして、3月末の総資産が日本円でおよそ6兆円です。で、傘下のパシフィック銀行は去年末の時点の資産規模が全米で53位、ベンチャー企業向け業務に強くて不動産向け融資が多いのが特徴だといいます。で、報道によるとファーストリパブリック銀行が1日に破綻した直後で金融不安が再燃する中で、このパックウェストの買収に関心を示す金融機関は多くないと見られています。パックウェストバンコープ株、こちらのですね、3日の終値を見ると2月末に比べて 77% 下げたといいます。まあ、さらに4日午前のアメリカ市場で株価さらに5割超下げていると。アメリカ地銀の状況なんですけれども、改めて相田さん、これはどうでしょう。はい、債券市場では、はい、まあ、長期金利がまあ急上昇してきましたので、まあ債券の含み損をまあ抱えている状況です。はい、一方 FRB の利下げがなかなか見えてきませんので、まあ、短期金利は、まだ高止まっていて、まあ、長期金利より高い状況ですから、はい、まあ、利座を、まあ、銀行は稼ぐことが、まあ、できないという状況になっています。さら、はい、にこれから、まあ、景気が冷え込んでくると、まあ、商業用不動産、はい、まあ、こういうところの、まあ、価格が落ちるなどして、まあ、不良債権も増えてしまうリスクがあるということで、まだちょっと金融不安は、しばらく続いてしまうと思われます。はい、で、一方アメリカの地銀ウェスタンアライアンスバンコープもですね、身売り、あと一部事業の売却、こちらを検討していると報じられました。まあ、ただこの銀行、身売りを検討しているとの報道は否定したといいます。アメリカの中央銀行にあたります FRB のパウエル議長、銀行システムは健全で強靭だと述べています。この発言は相田さんはどう評価されてますか。はい、大手行を含めて全体としてみれば健全なのかもしれませんけれども、はい、やはり今後、まあ、商業用不動産が、まあ、まあ、価格が下落する、または不良債権が増えるということになりますと、大手行にまで影響が及んでくる可能性もありますので、はい、やはり地銀だけの問題と、対処しているわけにはいかないと思います。はい、一方カナダの銀行大手のトロントドミニオンバンクがですね、4日22年2月に発表したアメリカ南部テネシー州地盤のファーストホライゾンコーポレーションの買収中止を発表したといいます。アメリカ金融規制当局の認可のめどが立たないためということなんですが、まあ、こういうことも起きてるってことなんですね。はい、はい、まあ、これ全体的に見て、3月からですね、こういうこの状況になってまいりましたけれども、先ほどこの相田さんもご指摘のしばらくは続きそうだということなんです。これどのくらいまで続くんでしょうね。やはりこう FRB がまあ利下げに転じて、はい、まあ、短期金利がまあしっかり落ちてきて、はい、まあ、利ざやを稼げるようになりましたというところまでは、続いてしまうんじゃないかと思います。ということは、先ほど相田さんのお話ですと、まあ、この後、まあ、今回 0.25 上げます、利上げします。で、その後、まあ、何回かは、そのまんまで行って、そして、11月ぐらいですか、利下げに入っていくのは。マーケットはそう見てるんですけれども、はい、やはりもう少し遅れて、まあ、来年インフレがある程度落ちてきてから、まあ、利下げに転じるということなので、そこまでしばらくこう、はい、時間がかかってしまうと思います。となるとですね、これはもう何校かは破綻なんてことはあり得るんでしょうか。マーケットがリスクを感じることはあるかもしれませんね。リスクを感じることはあるということなんですね。はい、まあ、いずれにしてもこれだって預金してる側からしてみても潰れちゃったら参っちゃうよ。まあね、保証はしますと現在アメリカではなってますけれども、まあ、でもこの不安が不安を呼ぶ。あと今回の一つの特徴はやっぱり SNS っていうのがね、ものすごくこのスピードを上げたということなんですが、このあたり相田さんはどうご覧になってますか。はい、やはり、金融市場というのは信用で成り立っているものなので、はい、やはりそういう SNS で、情報が発信されて、まあ、信用が一気に落ちていくという話になると、やはり金融市場というのは信用で成り立っている部分だけあって、崩れやすいということがありますので、まあ、そういうところの対処法というのはしっかりするべきだと思います。はい、また後ほどお話聞きます。
時刻6時41分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。今ニュースでもお伝えしましたが、長野県諏訪市などに広がる霧ヶ峰高原山火事が発生し延焼しています。さらにですね、続報入ってきまして、長野県は自衛隊に災害派遣を要請し、ヘリコプターで放水を行うなど、さらに体制を強化して消火活動を進めることにしているといいます。さてこちらはタス通信ですね。タス通信によりますと、ロシアの大統領報道官は4日、モスクワ中心部のロシア大統領府への無人機を使った攻撃に関連し、ウクライナに対するさまざまな報復の選択肢を検討していると明らかにしました。ロシアの連邦捜査委員会は3日、テロの疑いで捜査を始めたと発表しました。ロシアの大統領報道官は4日、報復についてロシアの国益を踏まえた均衡の取れたものになる、こういう発言をしました。一方、ウクライナゼレンスキー大統領は3日、関与を否定しています。ゼレンスキー大統領、訪問先のフィンランドで、我々はプーチンやモスクワを攻撃しない、我々は自分たちの領土、市民を守っていると話しました。またホワイトハウスの大統領報道官は3日の記者会見で、現時点で真偽は確認できていないと話しています。ロシアには敵の攻撃だと偽装します、いわゆる偽旗作戦、これを行ってきた歴史があります。こういう指摘もホワイトハウスの大統領報道官はしていまして、ロシア大統領府の発表に疑いの目を向けたといいます。ロシア大統領府への攻撃をめぐって、ロシアとウクライナの主張、こちらが対立しているわけなんですが、相田さん、これはどうご覧になってますか？はい、現時点ではウクライナの攻撃なのか、ロシアの、偽旗作戦なのかは判断はできません。はいはい。しかし、ロシアが、国民を動員する、口実になってしまうということ、はい、国際法上、国家元首への直接的な攻撃は、違法とされていること、はい、米国も、激化、紛争、戦争が激化してしまう恐れのある、はい、このような直接的な、攻撃というのは反対していて、はい、支援が縮小してしまうことを考えると、ウクライナにとっては、はい、あまりメリットは大きくないんだと思います。はい、となると、これアメリカのシンクタンク戦争研究所も言っていますが、ロシアによる自作自演の可能性、これが高いとする分析を発表しているなんていうね、はい、こういうニュースもありますし、今度の9日ですか、戦勝記念日、ロシアでは、国民が不安がっている中での何かもっとこの国民にをこう一つに束ねるようなですね、何かそういう意図を持ってしたのではないかと、現時点ではいろいろなこの指摘がされております。さあ、それではここからですね、相田さんにはこのテーマで話を聞きます。銀行の破綻相次ぐも FRB が 0.25% の利上げ。アメリカの中央銀行にあたります FRB は金融政策を決める会合を開いて 0.25% の利上げを決定しました。会合の直前にファーストリパブリック銀行が経営破綻するなど、2ヶ月足らずの間に合わせて3つの銀行の破綻、こちらが相次ぎましたが、金融不安がくすぶる中でもインフレを抑え込むことを重視した形です。で、破綻した銀行の中には FRB の急速な利上げによって保有する債券の価格が下落したことが経営悪化の要因となったところがあります。で、声明では相次いだ銀行破綻についてアメリカの銀行システムは健全だとしました。で、去年3月にゼロ金利政策を解除して以降、 FRB の利上げは10回連続です。インフレ率はまだ高いままだとして、政策金利を 0.25% 引き上げること、これを決定したわけですが、改めて相田さん、こちらどうご覧になってますか？はい、アメリカのインフレはピークから下がってきたとはいえ、 4% 台という水準は FRB の 2% の物価目標からしますと、まだ高すぎるという判断が背景に、はい、にあると思います。はい、FRB がインフレ抑制の姿勢を緩めた場合には、高水準のインフレが長く続くという予想が、目標までの安定化を妨げてしまうリスクを、重視したんだと考えます。はい、一方で、金融不安がくすぶってまして、景気は減速しています。景気よりもインフレ抑制を重視するこの FRB の姿勢は、年後半から来年にかけまして、米国の景気鈍化が、起こるリスクを高めていると思います。はい、
で今回のこの利上げ決定なんですけれども、これ相田さん、あの先ほど私もお伝えしましたけれども、ファーストリパブリック銀行の経営破綻がありました、会合の直前に。これで揺らいだですかね。はい、やはりあの今回、利上げが最後になる可能性を高めているんだと思います。それを高めたと、最後になるということを高めたということなんですね。で今回の利上げによってアメリカの政策金利 5% から 5.25% の幅となります。で一方声明ではですね、経済面でのリスクが強まる中、利上げが今回で打ち止めになる可能性、こちらを示唆しました。今相田さんご指摘の通りです。で前回の声明に盛り込まれたいくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込む、こういう文言が削除されたということなんですけど、このあたりは相田さんはどうご覧になってますか。はい、FRB は政策金利が 5% を若干超えるところまでの利上げが必要であると示してきました。はいはい、今回で政策金利はその水準に達しました。はい、これでしばらく FRB は利上げを止めまして、これまでの急激な利上げの効果を見極めるとみられます。はい、次のこの FRB の動きが利下げなのか利上げなのか、そしていつなのかは金融市場の動き、そしてインフレと景気のデータ次第ということだと思います。はい、でアメリカの3月の消費者物価指数、これを見ますと前の年の同じ月に比べ 4.2% 上がりました。伸び率2021年の5月以来1年10ヶ月ぶりの低水準となっています。ただ FRB パウエル議長は去年の中頃からいくらか落ち着きつつあるが、引き続きインフレ圧力は高く 2% の物価目標までは道のりは遠いと述べました。でアメリカ消費者物価指数のですね、この動向なんですが、4.2% で、FRB が目指している物価目標は 2% です。このあたりはどうですか。はい、金融不安で銀行の融資条件が厳格化厳しくなったり、企業にリストの動きが出るなど、追加的な景気引き締め効果が現れまして、米国の景気は年後半から来年にかけて鈍化することが見込まれます。はい、そうなりますと需要が減少しインフレ圧力も減退しまして、来年前半にインフレは 2% 台となりまして、FRB は利下げに転じることができるようになるとみられます。はい、これ以前はですね、例えば、FRBの物価目標は 2%、 これ 3% ぐらいでもいいんじゃないかみたいな話も一時出ましたけれども、ここはきっちり守ってくるんですか、 2% 台に。はい、やはり 2% 台ですから、2% よりは高い、やはり 3% よりは低い、低い、という状況に収めちゃうと。なるほど、 3% ちょっとでも切れば、2% 台となるわけですものね。で一方ですね、日銀は植田総裁の就任後初めてとなる金融政策決定会合を先週開きました。大規模な金融緩和の継続決めています。植田総裁会見でもう少し辛抱して粘り強く金融緩和を続けたいのが正直な気持ちだ、こういう発言をしました。大規模な金融緩和の継続、相田さんこれはどうでしょう。はい、植田日銀も、2年で 2% の物価を目指すことが明らかになったと思われます。はい、黒田日銀は2年で実際のインフレが 2% になることを目指しましたが、植田日銀は2年で 2% のインフレが持続的になる見込みになることを目指すという違いがあります。はい、米国の原則もありますから1年では時間が足りずに、2025年の4月の展望レポートで、26年度と27年度にかけて2% の物価目標が達成される見込みになりますよということになると、日銀は現行の金融緩和から出していくということになると思います。それまでは粘り強く緩和をしていくということだと思います。なるほど、だから見込みという文字が入ってるんですね。で、日銀はですね、この今回の会合で今年度の物価上昇率見通しを 1.8% に、2024年度は 2%、 2.0% に、しました。でこれでもその日銀が目標に掲げる安定的な物価上昇にはこれ届かないということなんでしょうか。はい、届かないということです。24年度は 2% になってますけれども、これは政府のエネルギー価格の抑制策のこの反動終了による
る反動にある押し上げ効果があるので、はい、まあ、実質的には 2% を下回る予想になります。はい、まあ、賃上げを伴う 2% の物価目標の達成が見込めるようになるためには、やはり重要なのは日銀の大規模な金融緩和の継続だけでは不可能ですから、はい、政府が積極財政転換して、はい、まあ、企業活動を刺激する、まあ、財政支出を、はい、増やして、まあ、日銀と連携する必要があると思います。はい、日銀だけじゃダメですよってことなんですね。はい、政府も財政支出をしないと。とで上野総裁はですね、引き続き大規模緩和を続けて 2% の物価上昇を目指す姿勢、これを鮮明にしています。でこの値上げと値下げ、これが交錯して国内の物価動向が見通しにくくなっていると。日銀の2025年度の物価上昇率は 1.6% と目標の 2% には遠いものになっているということなんですが、その要因ですがこれ何でしょう。はい、政府の積極財政の転換と内需の強い回復はまだ見込めないからだと思います。はい、まあ、積極財政の転換について来週9日火曜日に自民党で日本経済の命運を左右する会議が開かれます。はい、政務調査会の防衛費財源特命委員会で日本のガラポゴス的な財政運営である、まあ、国債60年償還ルールの是非が、まあ、とうとう議論になります。はい、廃止して不要な償還費を財政支出に回せば積極財政の転換となります。はい、Y の口や政府の借金が将来への付け回しであるという続論を返せます。はい、一方でここで償還ルールの維持の意見が大勢となってしまいますと、はい、廃止の動きは収束し緊縮財政に戻るリスクが高まってしまいます。はい、まあ、ぜひまあリスナーの皆さんも廃止を支持する声を SNS などでまあ一気に上げて、はい、まあ、日本経済再生への心足の高い、まあ、積極財政派の議員たちを後押ししていただきたいと思います。はい、もう特に相田さんなんかもう固唾を飲んで見守るということですけれど、はい、今どうですかお気持ちとしては。まあこれはしっかり廃止してもらいたいですし、そういう金は上がってるんじゃないかと思いますね。そうですか。はい、そういう金は上がってる。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。IT 大手のアップルがアメリカで4月に始めた預金サービスに開始後4日間で9億9000万ドル、日本円でおよそ1350億円の預け入れがあったことが分かりました。アメリカでは預金引き出しによる地方銀行の破綻が相次ぐ中、アップルは高い信用力と利便性、こちらを武器に新しいサービスの利用を広げる狙いがあるとされています。アップルはアメリカの金融大手ゴールドマンサックスと組んで他の銀行よりも高い利率 4.15% の利率で預金サービスを始めました。これ日本では考えられない利率なんですが、これどうしてこういうことができるんですか。はい、はい、やはりこう新たな資金調達の、はい、まあ、手段になると。資金調達するためには社債などを発行しますけれども、はい、まあ、その金利は当然 4-5% なわけですから、まあ、預金でも 4% が出せるということです。はい、さらに、まあ、預金というサービスを行いますと、そこから付属的に新たなこの、まあ、IT のサービスが生まれてくることがありますので、そういう需要につなげようとする意図があるんだと思います。だからあえて高い利率で集めて、はい、お金を、はい、ということなんですね。はあはあ、でこのアップルの新サービス、預金利回りが貯蓄口座の全米平均 0.3% 台の 10倍以上ということで大注目ですね、集めています。でアップルがアメリカで発行するクレジットカードを持つと、スマートフォンアプリから1分もかからず開設できる点も強みだということなんですね。これ、まあ、もちろんアメリカの出来事なんですが、もしですよ相田さん、もしこれ日本でもサービスを始めたとなるとどうなるんでしょう。はい、やはり日本でも、まあ、ネットバンキングに抵抗感がなくなってきてますので、はい、まあ、一定の需要が見込まれると思います。ただ日本の場合には、まあ、短期金利高いわけではないので、はい、そう大きな、まあ、利率が、まあ、出せるとは限れませんけれども、まあ、そういうサービスが行われるとそれがこう他のサービスにつながっていく、はい、まあ、可能性を、次第だということだと思います。やるとこ出てきますかね。出てくると思います、ね。出てくる、はい、出てくる可能性はあると。はい、
あとこういうニュースもありますね。台湾情勢の緊迫化や米中対立の影響などで日中関係が冷え込む中でも日本のアニメーション映画が中国で快進撃を続けています。新海誠監督のスズメの戸締まりの興行収入が日本円でおよそ157億円を超えて日本のアニメ映画としてこれまで興行収入の記録のトップだった新海誠監督の君の名はこれを更新しました。でまた日本の人気バスケットボール漫画が原作のファーストスラムダンクも異常なほどの盛り上がりを見せていると言います。作品そのものの人気に加えて小さい頃から日本の作品に親しんできた1980年代以降の生まれたこの人々の熱い支持があると言います。日本のアニメ中国でも大人気のようですね。そうですね、日本にもこのような強いソフトパワーがあるということを表します。ハードだけじゃなくてソフトも国力の重要な要素ですから、こういうところはしっかり進めていってもらいたいと思います。ただですね、去年発表された日中共同調査によると中国人のうち6割以上が日本に対して良くない印象を持っていると答えているんですね。もうこの数字もあるんですよ。そうですね、やはり、米中の対立が、ありますので、どうしても日本はアメリカ側だということで、政治的には緊張関係はついてしまいますが、こういう文化的な交流というのは、しっかり続けていく必要があると思います。ということは、日本の作品だけれどもそれはそれこれはこれみたいな感じ で、 そうです、ね、中国の人たちも、だからね、文化っていうのは、面白いっていうもしくは興味を持たせるっていうのが、あるわけですよね。ってことはそれはまた国とはちょっと違うというところで何か人気が、起きたりだとかそのムーブメント動きも起きてくるんですかね。そうですね、本来だったらこういう文化だとか、そういったものの交流からお互いによくこうの知り合ってですね、いければいいんですけれども、だけどこの何年歴史があるかね、という中で、あと教育っても相田さんよくね重要だって言われて、小さい頃から反日教育みたいのをされているとするならば、それはそういうもんだと、小さい子どもたちってのはね、先生から言われたことってのはそういうもんだなみたいに思います。一方ではそのSNS なんて言って、あとインターネットっていうですね、自分で、いろいろこの取捨選択はしなければいけないんですけれども、そのあたりで学んでいくとか、なかなか複雑な世の中になってきたなって感じもしますね。そうですね、交流が進めば、今6割以上が日本に対して良くない印象ですけれども、これが7割8割になることは防げると思いますので、そう考えればいいのか。まもなく7時です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。相田さん、子どもの日ですね、もうゴールデンウィークもあっという間に後半もですね、3、4と5なんかだんだんね、この休みも短くなってくると、何か過去の経験であと何日しかないわみたいに、考える人とあと何日もあるみたいなね、この考え方の違いっていうのがよくこの分かれてくる時期でもありますけれども、子どもの日、先ほどこの柏餅だとか、あと勝負湯なんて言いましたけど、兜、これをかぶるというか、兜がねこう置いてある、特に男の子のねおじいちゃんおばあちゃんなんかプレゼントするなんていう、この兜もやっぱり意味があるそうでして、兜ってやっぱりこの肉体を守る、戦国時代だなんだ合戦の時には矢が来たりとかね、人たち浴びても大丈夫なように兜をかぶってると、この体を守るという意味からその健康に気をつけるっていう、こういう意味合いを持ってると、無事すくすく育ちますようにという兜っていうのはそういう意味を持ってるんだそうなんですけどもね、今兜というとエンジェルスですから、エンジェルスですね、ホームラン打つとダグアウトでかぶせられてます、もう連日子どもの日みたいなね、大リーグでああいう使い方があるのかな。そうなんですよね、草野球をおやりになってる相田さんですけども、草野球の予定ってのは最近ありますか？近い、また明日ありますね。明日あるんですか、はい、キャッチャーポジションで、
でもこのところ野球もですね、このところというか昨日のこの結果を私お伝えしながらですね、昨日6試合行われた中で3試合がサヨナラ勝ち、だから最後の最後までわからないみたいな状況って、これは見てる側からしてもハラハラするんですけども、まあでも興奮しますよね。そうですね、まあ接戦が近頃増えてきたり、ある意味順位も A クラス、B クラスつまり固定化されてるわけではないと、やはりこう実力が白昼してきてるようなイメージがありますね。そうですね、まあ、昨日もですね、パリーグからいくとソフトバンク対オリックスが8対7でソフトバンクサヨナラ勝ち、セリーグいくと DeNA 対広島3対2で DeNA がサヨナラ勝ち、巨人対ヤクルトは8対7で巨人がサヨナラ勝ち。私たまたまですね、阪神対中日、3対2で阪神勝ったんですが、これ最終回に中日がランナー出して、まあ、ホームラン出ればもう逆転だみたいな感じだったんですよ。だから、まあ、サヨナラの可能性もあったっていうことで、まあ、サヨナラ多くてね、でも、まあ、ようやくこの、5月8日から、感染症法上でも新型コロナウイルスのこの分類が2類相当から5類に引き下げられるという中で、お客さんも3月14日からマスクも自己判断になって、ようやく元に戻りつつあるなって感覚なんでしょうね。そうですね、はい、まあ、観客も増えてきましたのでね、はい、その増えて観客増えてくると、やはり選手も最後まで諦めないという気持ちで戦って、こういう逆転劇が生まれるのかもしれないですね。やっぱり声援だ応援だがね、はい、エネルギーになってってこともあるんでしょうね。草野球で何かこの新型コロナウイルスマスクが取れたなんていうことで大きく影響を受けたなんてことありますか？今までは、最初に試合が始まる前に、はい、集まって礼したりはもうしなかったんですけど、ベンチのところでしたんですけど、はあ、もう、はい、なるべく離れましょうで、はい、今は、はい、まあ、揃って、はい、挨拶することが今まで通りできるようになりましたね。はい、もう変わったんですね、はい、さてそのですね、新型コロナウイルスの感染症法上の分類ですが、来週月曜日8日から5類に引き下げられるのに伴って感染者数の全数把握があさって7日をもって終了です。厚労省と都道府県が毎日行ってきた感染者数の公表、8日が最後となります。でこれまでは感染症法に基づいて医師にすべての患者について報告をさせてきたんですが、8日からは季節性インフルエンザと同じように全国およそ5000の医療機関から患者数の報告を受ける定点把握に移行します。すべての感染者数は分からなくなりますが、厚労省は定点医療機関から報告を受けた1週間分の患者数、あと都道府県別の内訳、定点あたりの人数などを分析し、流行状況の把握に活用するといいます。で入院者数と重症者数、すべての医療機関から国のシステムを使って報告を受けます。定点医療機関あたりの患者数、全国の入院患者数や入院者数や重症者数、いずれも厚労省が週に1回金曜に公表する予定となっています。死者数についても毎日の発表はなくなります。厚労省がそれぞれの月のおよそ5ヶ月後、人口動態統計の中でコロナで死亡した人の月ごとの総数、これを明らかにする見込みです。感染者の数のこの全数把握があさって7日をもって終了ということなんですが、相田さん、これはいかがでしょうかね。はい、まあ、やはりコロナからの経済活動のまあ正常化が本格的になってきたということだと思います。はい、しかし、まあ、経済活動がまあ正常化しても、まあ、中小企業などはまあコロナによって事業を支えるために債務が膨らんでいる可能性もあって、はい、その返済の負担もありますので、まだ、まあ企業やまあ家計の支援を止めるべきではないと思います。はい、でこのすべての都道府県はですね、8日を最後に感染者数の公表を取りやめますが、独自の対応を取る地域もあるといいます。岐阜県では感染状況の適切な把握は的確な対応に重要だとして、県の医師会がですね、協力を得られた
医療機関から報告を受け、感染者数をホームページで毎日更新するといいます。島根県は医療機関や高齢者施設、学校などで発生したクラスターの情報を随時公表するとしています。独自の対応、これも出てくるようですね。そうですね、やはりインフルエンザが地域的に流行して対応が必要になるということは、多くありましたので、コロナも地域ごとのフレキシブルな対応が必要になってくるということだと思います。はい、さてこの新型コロナウイルス感染症法上の分類ですけれども、日銀はですね、この季節性インフルエンザと同じ5類に8日から引き下げられることなどを受けて、金融政策の先行きを示す指針の中の新型コロナウイルス感染症の影響を注視、この文言を削除したといいます。日銀が最も気にしているのは賃上げの動向でして、来年の春闘でも30年ぶりの高水準とされる今年のような勢い、これを保てれば消費が刺激されて経済全体の活性化が期待できるとしています。この賃上げの動向、相田さんどうご覧になってますか？はい、今年の賃上げは従業員を輸入物価上昇によるコスト増加から守る福利厚生的なものです。はい、決して内需が強く景気が良いことを背景にした本格的な賃上げではありません。米国の景気の鈍化が見込まれる中で、賃上げを継続するには内需の回復をより強くする必要があります。そのためにも、政府が積極財政転換して、コロナによる支出を、企業と家計を支援する支出に変えて、この高水準の支出を維持する必要があると思います。そうなると来年の賃上げが本格的なものになりまして、米国の景気の循環的な回復が見込まれる2025年ぐらいには、日本経済はデフレ構造不況の完全脱却を見通せるようになると思います。ということはやはり内需拡大、そのためにはやはり政府の財政、支出が必要だということなんです。これ具体的にいくらぐらいでしたっけ？25兆円程度、というのを言っています。コロナによって財政が拡大して、その水準保ててますけれども、コロナの支出がなくなるとその分なくなっちゃいますので、その部分を別の支出に変えるということだと思います。今朝もですね、あなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時15分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、岸田総理グローバルサウスへの関与を強化、 G7 サミットで示す。アフリカ訪問中の岸田総理、4日モザンビークの首都マプトで記者会見を開きました。主要7カ国首脳会議 G7 広島サミットに各国からもらった声を届け、グローバルサウス、南半球中心とした新興途上国への関与の強化を具体的に示すと意欲を示しました。岸田総理は4月29日に日本を出発し、エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビーク各首脳と会談をしました。記者会見で総理は外交の成果を広島サミットでの議論の糧にすると述べています。 G7 とグローバルサウスの橋渡しとして法の支配を貫徹することが日本に求められていると唱えました。グローバルサウスへの関与の強化、これを G7 サミットで示すという岸田総理の発言ですが、これは相田さんはどう受け止めてますか？はい、現在、民主主義国対権威主義国という、2つの対立ではなくて、経済発展が、まだ必要であると、不十分である、まだ経済発展が不十分であるというグローバルサウスというもう一つの軸があるということが、明確になってきているのではないかと思います。となると、権威主義国の手法ではなくて民主主義の手法が、より良い未来を約束できるということをしっかり、確証させるということが、重要ではないかと思います。はい、これは
改めてグローバルサウス、アフリカ各国含めたですね、新興国、途上国のことを指しているんですけれども、まあ、このグローバルサウスが結構このぐっと注目を集めたのはウクライナ情勢で、まあ、多くがですね、中間的立場に立っているということなんですね。今相田さんご指摘の通り、この民主主義国家とその権威主義国家のこの中間にいるというところなんですね。あとはその気候変動などの課題で先進国と距離を置く国ももちろんありますし、で経済規模が大きくなって国際社会へのこの影響力が増してきている国も増えてきているということで、まあ、そんな中、まあ、今回の岸田総理のアフリカ歴訪です、エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークと行きました。でモザンビークで、まあ、4カ国目の記者会見、こちらを行ったということですが、まあ、これも改めて、いきますと、まあ、あの自由で開かれたインド太平洋構想というのが日本にはあります。このインド洋に面しているのがケニアとモザンビーク、そして安全保障理事会の非常任理事国が、こちらがですね、これがモザンビークとガーナなんですね。まあ、ですから、まあ、そのアフリカの中でもこの主たるといいますか、エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビーク、ここを、まあ、抑えて、ある意味抑えてですね、訪問をしたというこの狙いがあると指摘されています。で今回の、このアフリカ歴訪はアフリカへの進出を強める中国、ロシアとの関係にくさびを打ち込むこと、まあ、こちらが最大の狙いだと読売新聞には、報じてますね。で岸田総理、各国との首脳会談でロシアによるウクライナ侵略を持ち出してガーナやケニアからはロシアを名指しした批判、これを引き出したといいます。ただガーナやケニアでさえ中国の直接的な言及を控えるなど、一定のこの中国に対する警戒感、こちらを共有する G7 との立場の違いが際立ちました。また岸田総理、各国との会談では質の高いインフラ整備のほか、食料危機への対応、スタートアップへの投資、人材育成、まあ、こういった多様な支援を打ち出したといいます。アフリカ各国と中国、ロシアとの関係、まあ、このあたり含めて相田さん、どうご覧になりますか。はい、権威主義国の、まあ、グローバルサウスへの支援というのは、はい、まあ、目先の、まあ、利益に偏りやすいと、債務をぐんと与えて、はい、投資をさせて、目先はこう利益があるように見えるんですけれども、まあ、それが、グローバルサウスのこう債務の問題を含めて、はい、まあ、大きな足かせになってしまっていることも事実ですから、はい、民主主義国の支援というのは時間がかかりますけれども、長期的には安定的な発展が目指せるという方向性をしっかり、まあ、説得することが重要だと思います。はい、まあ、これもよく言われるのが、その中国、今相田さんご指摘の通りドーンとお金出してね、そんなにあのいるいらない関係なし大きいものを作ってというような状況ですが、日本は、まあ、そこほど、まあね、経済規模も中国に比較すれば大きくないし、なので、本当にこのそのアフリカ諸国が必要なもの、ここを、まあ、かゆいところに手が届くっていう言い方が合ってるかどうかありますが、例えばその台風の被害にあって、もうこれ以上風に飛ばされないような作りの小学校を作るとか、まあ、そういったところで、まあ、貢献はしているということです。まあ、ただですね、5時台にもお話聞きましたけれども、あのヒゲの隊長の佐藤正久参議院も指摘してました。あの元外務副大臣されてましたんでね、54あるこのアフリカ他の国の中で30いくつ、お回りになったというふうにおっしゃってましたけども、やはりこの昔から中国は中国で、もう30年以上前から、外務大臣のその新しく年がなって意の一番に訪問するのがアフリカとか、強い関係があるんですよね。そうですね、はい、そういうのってのもやっぱり大きいでしょうからね。大きいですね。これ長い蓄積がありますので、地道に地道に関係を強化していく必要があると思います。はい、あとはラブロフ、ロシアの外務大臣ですけれども、こちらももう20年以上外務大臣やってるとなれば、顔見知りになってるという人も多いでしょうからね。まあ、その外交のしたたかさっていうのをこのあたりでも感じますね。そうですね、まあ、岸田さんも外務大臣長かったのでね。そうかそうか、はい、まあ、こういうところはしっかりパワーとして使ってほしいと思いますね。はい、そのあたりでね、打ち解けた、あ、岸だなんて言ってくれればよかったんですけども、どうなんですよね、そのあたりはね。はい、はい、続いてはこちらです。日経新聞、補正予算追加140兆円に財政運営平時への回帰急務。
新型コロナウイルスの感染拡大で政府は巨額の対策を迫られましたが、感染症法上の位置づけが5類に移行するのに伴って財政運営も平時への回帰が求められるという日経新聞の記事です。でコロナの感染が拡大した2020年度以降、政府が組んだ補正予算は6回に及びました。補正予算は単年度で10兆円超えでも大規模とされますが、コロナ禍の追加額は2020年度から2022年度でおよそ140兆円に達しました。で予算は感染症を抑え込むための医療提供体制の整備ですとか、中小企業の資金繰りの支援、個人の現金給付など多方面に充てられました。国会で2023年度予算が成立した3月末、鈴木財務大臣は、平時ではない予算になっているのは事実、放漫な財政の道を開いたのではないし、そうあっては絶対にいけないと話しました。感染症法上の位置づけが5類に移行するのに伴って財政運営も平時への回帰が求められる、まあ、こういう日経新聞の指摘なんですが、相田さん、これはどうでしょう。はい、これは反論があります。反論、はい。コロナによる財政支出の規模が日本経済にとってはちょうど良いだと思います。はい、まあ、これまで、まあ企業と政府の合わせた支出をする力であったり、家計に所得を回す力である、ネットの資金需要、これが消滅してしまっているので、はい、日本はデフレ構造不況が出せなかったと、まあ、コロナによる支出があったことによって、ネットの資金需要というのは GDP 対比マイナス 5% ちょうどいいぐらいまで膨らんだので、はい、日本もデフレ構造不況から脱却する、まあ、力が生まれつつあると、はい、ということは、まあ、コロナによる支出規模が、まあ、実はちょうど良いので、まあ、コロナによる支出をいかに今後有効なものに変えていけるのかということが重要だと思います。はい、まあ、今の数字、具体的に私はおよそ140兆円、2020年度から2022年度で140兆円に達したと、追加額がとお伝えしましたけれども、でもこれ財務省、まあ、政府側は、いや単年度で補正予算はもう10兆円だって大規模なんですよと、そっちに戻しましょうよみたいなことを言ってるわけですね。でもこれはもう間違いだと、はい、現時点ではと、はい、いうことですね。また、そういう形で、支出を減らしてしまうと、はい、まあ、ネットの資金上がまた消滅して、はい、まあ、経済が回らなくなる、家計にも所得が回らなくなる、はい、まあ、デフレ構造不況に、まあ、逆戻りしてしまうということになると思います。はい、で日経新聞ですね、専門家の見方も伝えています。地方財政論が専門の一橋大学の佐藤元博教授は、パンデミック当初の財政出動はやむを得なかったが、途中からコロナ対策に便乗した予算も目立ったと指摘しています。2022年度の補正予算などはコロナ対策と物価高対策が混在したことから、佐藤教授はコロナ対策は特別会計として別勘定にしておくべきだったと訴えました。コロナ対策便乗した予算も目立ったという、まあ、この専門家の指摘なんですが、これは相田さん、いかがですか。はい、アプローチとしては便乗した予算が目立ったので、はい、支出を減らすんではなくて、支出規模を継続しながら、はい、より有効的な支出に変えていくということが重要だと思います。まあ、現在でも議論されているように子ども予算ですとか、グリーンデジタルの、まあ、政府の成長投資も含めていろいろなアイデアあるわけですから、そういうところに予算規模を維持しながら変えていくということが重要だと思います。はい、これ予算削るということになって、子ども予算ですとか、まあ、成長投資みたいなところまでできないという話になると、はい、これ本末転倒なことになってしまうと思います。先ほど相田さんがおっしゃった今どのくらい必要なのか、25兆必要だというふうにおっしゃいましたよね。はい、まあ、景気回復のためにしっかりと、はい、2% の物価目標を維持していくためにはと言いました。だからさっきも言いましたけども、この単年度で10兆円じゃ足りないってわけですよね。足らないということですね。はい、まあ、コロナ前までの、ある意味で当初予算が105兆円ぐらいでしたので、はい、そこ25兆円だと130兆円台、はい、まあ、こういう、まあ、支出の規模は必要なんだと思います。はい、だから140兆円と先ほど言った、もうこれでいいぐらいなんですよ、はい、ということなんですね。はい、ポイントは今の規模を減らしちゃいけないというところですね。もちろん無駄を、ね、奨励しているわけじゃないですから、はい、もっとより有効的なところにそのお金を注ぎ込んでいく、はいはい、これが相田さんの考えということですね。はい、はい、続いてはこちらです。読売新聞、気候変動対策最大2兆円、
韓国のインチョンで年次総会を開催しているアジア開発銀行は、途上国の気候変動対策に最大150億ドル、日本円でおよそ2兆円を融資する新たな枠組みを発表しました。加盟する新興国地域の脱炭素化のこの取り組み、こちらを加速させたい考えです。で、アジア開発銀行は新たな枠組みでおよそ30億ドルの保証の確保、こちらを目指していて、その5倍まで融資することで途上国の投資を後押しします。で、当初は日本、アメリカ、イギリス、韓国などが保証します。2000年以降、気候関連の災害の 40% 以上がアジア太平洋地域で発生しており、100万人近くが死亡したといいます。で、アジア開発銀行は、気候変動に対する世界的な戦いはアジア太平洋地域で勝敗が決するとして、新たな枠組み、気候変動への対応能力を劇的に拡大する、こういうふうに強調しています。再生可能エネルギーへの投資拡大、こちらを支援して気候変動への対策を加速するという、まあ、この動きなんですが、これは相田さんはどうご覧になりますか。はい、新興国も、問題意識はありますけれども、はい、まあ、資金とノウハウが不足しているということがありますので、はい、まあ、ここは、まあ、先進国が、まあ、しっかり支援をして、その支援が持続的であって、ある意味で効果につながるということを、まあ、説得していくということが重要だと思います。はい、で、アジア開発銀行の浅川総裁は、世界は直ちに大胆な行動を起こさなければならない、アジア開発銀行は果たすべき重要な役割を担っていると述べ、まあ、今回の枠組みなども通じて気候変動対策に一層力を入れる、このですね、姿勢を強調しているといいます。で、新たな枠組みについてなんですが、まあ、当初はですね、日本、アメリカ、イギリス、韓国などが保証しますが、企業や慈善団体などとも協議を進めているといいます。まあ、これからは企業も気候変動対策に取り組んでいかないと、この世界の潮流から取り残される時代になってくるのだ、なんていう指摘もよく聞くんですけれども、相田さん、このあたりはいかがでしょう。はい、まずは企業の、はい、負担のみで、取り組みをしていくというのはやはり限界があるということだと思います。まあ、政府も支出を増やして官民一体となって、まあ、取り組みをしていくということは重要です。はい、これが、岸田政権の新しい資本主義、官民一体となってしっかり投資をしていきましょうというのが新しい資本主義の考え方なので、まあ、ここは財政支出をしっかり出さなければいけないわけですから、はい、まあ、コロナの支出規模が大きすぎる、これを減らそうなんてのは思ってのほかで、コロナの支出規模を維持しながら、こういうところに官民一体となってお金を使っていくという発想が、はい、重要で、まあ、そういう発想になってもらいたいと思います。これね、その企業側からして、岸田総理のこの新しい資本主義で官民一体となってって言ったら、 ありがたいなと思いますよね。でも、官と民の比率が1対9とか言って、そうですね、はい、民が9とか言われたらね、それちょっと、いや、そんな出せませんものになります。はい、だからやはり、まあ、割合はよく分かりませんけれども、このあたりでやはり官がしっかりと、この、まあ、背中を支えていくという、これ大事なんですね。そうですね、まあ、そのためには積極財政の考え方がないといけないので、はい、積極財政の考え方抜きには新しい資本主義が稼働しないということを私も一生懸命説得しようとしてるんですけれども、はい、未だに先ほどのニュースのように、はい、コロナの支出は無駄で、はい、元に戻せみたいな話があるので、もう時代は変わってますと、いうことを意識してもらいたいと思います。いや、だから相田さんもこの前説明したじゃないですかみたいなみたいなことが結構あるんでしょうね。そうですね。ね、でもそれはもう粘り強く、忍耐強く、まあ、ね、そういう人たちに、方たちに説明をし続けてるっていうのが実情ですか。それが重要で、まあ、来週の火曜日、はい、60年償還ルールを自民党が議論しますので、はい、まあ、そこでしっかり撤廃して、まあ、その分を支出に回して、はい、積極財政に転換してもらいたいと思いますね。考えてみたら、でもよくぞここまで来ましたね。そうですね、相田さん、はい、本当だったらもっと早くね、はい、気づけよと言いたいところなんです。20年前に気づけよ。10年前ですか。20年前、はい、20年ですか。20年、私が言い始めてから20年しか経ちますので。そうでしたか、はい、ようやくですか。まあ、石の上にも3年とはよく言いましたけど、その7倍くらいかかってる。20年言い続けないとここまで変わらないのかって。あら、まあ、そうですか。はい、ただまだ実現したわけではないので、ね、そうですね、はいはい、ようやく、まあ、席に着いたと。席に着いたぐらいですので ね、はい、来週火曜日ですよ、はい、これ大注目ですね。大注目です、はい、続いてはこちら、日経新聞、
AI の安全性、企業に責任。アメリカバイデン政権は AI 人工知能をめぐる政府方針を発表しました。安全性を確認する基本的な責任は企業にあると明確にしています。で、対話型 AI チャット GPT 開発したオープン AI など生成 AI の主要4社トップをですね、ホワイトハウスに呼んで直接要請するといいます。で、この AI 人工知能をめぐってはバイデン大統領が先月、個人情報の不適切な収集などで利用者の安全を脅かす恐れがある、との、この懸念を表明していました。対話型 AI チャット GPT などの登場によって AI めぐる議論が加速しています。相田さん、このあたりはいかがでしょう。はい、日本は少子高齢化が進んでますので、はい、AI をうまく使って、労働生産性を上げるということは急務です。となると、はい、規制はその開発を止めるものではなくて、開発がより良い方向性を持つようにしていくという規制が重要なんじゃないかと思います。はい、で、これ実際に相田さんはこのチャット GPT とか試しに使ったことはありますか。試しには使ったことはあります、はい、どうでした感想は。なんか、もっともらしい文章を書いてくるのでびっくりしましたけれども、よくよく例えば経済の話だって専門家が見ると、こうロジックにねじれがあったり、そういう回答をもっともらしく書いてくるっていうことがあるので、文章自体はもっともらしいんですけれども、その内容が矛盾がないかというところはちゃんとまだ人間がチェックしなければいけないと感じましたね。あ、なるほど、それを分かってる人がね、はい、ちゃんとチェックしない。でもこう形にはなってるんですね。形には なります、はい。でふっとこう、そんなにこう、熱心に聞かなかったら、そういうもんかなみたいになってくるってことですか。そういうことですね。はい、でバイデン政権はですね、対話型 AI チャット GPT など新たな技術が社会に変化をもたらすことを念頭に、企業は新たな技術を展開する前に安全性を確認する責任がある、こういうふうに政府方針に明記しています。一方、新たな政府方針は AI を現在最も影響力の大きな技術、こういうふうに位置づけていて、研究開発を促すために日本円でおよそ190億円を使って国立の研究機関を7つ増設することも表明しました。で、 AI の技術革新によるリスクに配慮する姿勢を示しつつ、国際的な競争力は強化する考え、これを示した形です。で、こうした中、アメリカの IT 企業 IBM の最高経営責任者は AI で代替できる代わりになる職種の採用を将来停止する、こういう見通しを語りました。人事など顧客と接しない職種を想定しているといいます。 30% の業務を今後5年間 AI と自動化によって置き換えることができるといいまして、およそ7800人が失業する計算となります。相田さんが働いてらっしゃいます金融業界、これ AI の活用ってのはどうなってるんでしょうね。はい、進んでいまして、資産運用などで AI を利用して、資産運用のバランスを見る、というような、動きは進んでいます。はい、チャット GDP なんかを見ましても、リサーチ、私、エコノミストリサーチャーですけども、もうリサーチアイデアを入れると最もらしい言葉を出してくるわけですね。その最もらしい言葉というのはその辺にあるものを全部拾ってまとめたものなので、コンセンサス、よく知られているコンセンサスをしっかりまとめてくれるというのが、チャット GPT を含めて AI 得意であると、ただ、我々にとって大事なのは新しい視点で、こういうものが出てきてしまったので、より私はこう新しい視点をリサーチャーとして重視しないと、AI に勝てないなと、いうような危機感を持つようになってますね。でもこれチャット GPT に新しいこの、視点を述べようっていうと、一応それなりに書いてくる、それなりに書いてくるんですけど、やはり新しい視点になればなるほど、コンセンサスで確立してないものになればなるほど、ロジックの間違いですとか、そういうところがちょっと目立ってくるので、そういうところはまだ人間が関与しなければいけない部分だと思います。日本はですね、今人手不足って言われてますから、先ほど労働生産性を上げる意味にもこれ有効活用すべきだと相田さんのご指摘ありました。これアメリカで例えばですよ、このIBM で7800人が失業する、この失業ってどう見ればいいんですか。やはり AI で代替化されてしまうところがあるので、AI が新しい需要を生んで、その需要が雇用を埋めるようなうまい形になる必要がありますし、AI の運用だとしても、やはり AI はコンセンサスを出してくるので、
で人間としてはそのコンセンサスを疑う、うん、その前提条件を疑うという姿勢をいつも持っていかなければいけないわけですね、はい、ということはまあそういう姿勢を持ち続けることによって、AI に代替されない、はい、まあ、職業なり仕事の働き方というのが、生まれるんじゃないかと思います、はい、時刻7時37分です。時刻7時38分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。中国の地方政府や銀行で職員の給与をデジタル人民元で支給する動きが出てきたというニュースです。デジタル人民元市民参加型の実証実験が始まってから2年半が経ちます。既存のスマートフォン決済と競合して認知度の向上などに課題を抱えていると言われておりますが、給与を支払う段階からデジタル人民元に切り替えて消費現場での利用をさらに促すといいます。デジタル人民元は中国の中央銀行が管理するデジタル通貨のことでして、民間のスマホ決済との重複感、これは否めません。利用者は中国で 0.1% にとどまっているといいます。民間のスマホ決済との違いがわからないという、まあ、この声が多く上がっているということですが、このあたり相田さんいかがでしょう。はい、現在は、まあ、現金を決済手段にチャージをして、はい、まあ、そういう、まあ、チャージをする、まあ、手間が省けるということですとか、はい、まあ、決算手段は対応ですので、この決算手段は使える使えないと、はい、まあ、いうことが、まあ、なくなって、まあ、人民元のデジタル通貨だけでいけるとか、まあ、そういうところの使い勝手の良さだけですので、はい、まだこう、利用者には、アピールにはなってないんだと思います。アピールにはなってない、はい、でこの普及促進のためにですね、公務員のこの給与をデジタル人民元で支払う動きが出てきたということですが、中国政府このデジタル人民元普及させることで何を狙ってるんでしょう。はい、こちらの方がきっと重要な要素で、はい、現在米中の対立があって、はい、経済ですとか、まあ、防衛安全保障の部分で、まあ、ある意味対立をしていますけれども、はい、中国がなかなかアメリカに勝てない一番大きなパワーというのは、ドルが基軸通貨であると、基軸通貨、ということです、はい、まあ、ここにはなかなか勝てないので、やはりデジタル人民元という形でデジタル通貨に対する、まあ、人民元の、まあ、需要を増やせば、はい、ある意味で基軸通貨の役割を沿うことができる、または、中国の基軸通貨ドルに対する依存を減らすことができるというところが、はい、まあ、根底の方針としてあるんだと思います。ってことはもう まずは自分たちの公務員から広めていって世界に広めたい、はい、ってことなんですね。そういうことですね、はい、まあ、世界に広めたい、だから先ほどこのアフリカの話題も出てきましたけど、そちらにも広めていきたいってことなんですね、はい、そういうことだと思います。は、徐々に基軸通貨にしたいと、はいはい、でゆくゆくは、はい、まずドルに並んでみたいな感じで、はい、そうすれば、まあ、なんか、ね、あった時にももう人民元がデジタルであると、はい、しっかり動いてるぞということなんですね、はいはい、時刻7時41分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。読売新聞から、今月7日から8日に韓国を訪問する予定の岸田総理、歴史問題でどういう発言をするのか韓国で注目が集まっているといいます。韓国のユン大統領がいわゆる元徴用工訴訟問題で日本に譲歩しすぎたという見方が保守左派問わず定着したことが背景にあるといいます。で韓国大統領府の報道官は日韓首脳会談7日に行われると発表しました。安全保障、先端産業分野の協力、まあ、こちらが議題となると。でユン大統領の周辺はですね、岸田総理が会談や会見で歴史問題にどう言及するかに関心を寄せていると。パク外務大臣は今月1日日本が誠意ある呼応してくれることを期待すると話しました。また保守系の有力紙中央日報は2日の社説で岸田総理がいわゆる元徴用工らに明確な謝罪を行うことを求めたと。背景にはユン大統領の支持率が4月末で 30% になるなど、3月上旬のこの元徴用工問題の解決策の発表を機に落ち込んでいるということなんですね。で解決策は日本企業の賠償金の相当額を韓国の財団が負担するもので、韓国国内では屈辱外交、まあ、こういう批判も出たくらいです。でユン大統領は日本に追加の謝罪は求めない方針を示していて、
この周辺とこの世論との温度差が目立っていると出ています。あさって7日に行われる日韓首脳会談ですが、相田さんどこ注目されてますか？はい、未来志向の関係を築く第一歩になるのかどうかに注目しています、はい。まあ、日韓は、利害が共通する部分も多くあります、はい。米中の対立の問題であったり、北朝鮮の問題であったり、資源確保の問題であったり、こういう面がありますので、防衛、安全保障、そして経済の安全保障という利害が、共通するところを、しっかり、議論してほしいと思います。はい。これどういうふうにですね、歴史問題、岸田総理がこの発言するのか。もちろん日本は歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継ぐ、こういう姿勢です。ただ向こう側としたら、もうちょっと踏み込んでいただけませんかっていうことを言ってくるんでしょうが、さあこのあたりだって先日ね、竹島上陸野党がしてみたりとか、レーダー照射の問題だって何の解決もないんですから、このあたり我々も冷静に見ておかなきゃいけないですよね。さて続いて、アメリカのウォルト・ディズニーが4月末南部フロリダ州のデサンティス知事、こちらを提訴しました。一方デサンティス知事は今月1日ディズニーを反訴して反対に訴えて訴訟合戦となっていると、争いのきっかけはですね、去年3月フロリダ州で成立した学校教育をめぐる法律で、この法律、小学校3年生までは教室で性的指向や性自認に触れることを禁じるものでした。ディズニーはこの法律に対して基本的な人権に対する挑戦だと反対を表明したんですね。するとデサンティス知事はディズニーの見解表明は一線を越えたと猛反発。長年にわたりディズニーワールドを優遇してきた特別開発地域を取り消す動きに出たということですね。これまで50年以上ウィンウィン関係だったのが、こういうふうになってきたということですが、この問題、相田さんどうでしょうね。はい、日本では、ニューヨークなどの北東部、カリフォルニアなどの、西部、こういうリベラルな地域からの情報発信が、多く、見られますけれども、アメリカの中を見ると南ですとか、中西部ですとか、保守的な地域も、まだ、多くあるということを感じます。2024年来年大統領選挙の、年でして、このフロリダ州のデサンティス知事も、候補なので注目です。そうか、そのあたりなんですね。はい、相田さんありがとうございました。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。